どうもどうも、お悩みですせ。どうも、イエイ、ハロウィンということで皆さんいかがお過ごしですか。ハロウィンじゃなかったハッピー、あのスマイル、ハッピースマイルでもない、なんだっけ、ハッピークリスマスでした間違えた、ハッピーハロウィンじゃなくて、ごめんなさい、ハッピースマイルハッピースマイルですね、ハッピークリスマスだ、そう、ハッピーメリークリスマスだ、メリークリスマス、メリークリスマスです。はい、どうもどうも皆さん、メリークリスマス、ハッピースマイル、ハッピーホリデー、そう、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、聞こえてるかな、聞こえてる、これ聞こえてる、よかったよかったよかった。はい、みんな今日はクリスマスですが、いかがお過ごしした、いかがお過ごししたでしょうか。私は早起きしてオンラインお話し会でずっとファンの方と喋ってすっごい楽しくて、帰り道にお呉服買ったよ。みんなはどうやって過ごしたかな。てん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 。イルミ見に行った。素敵。ケーキ食べた、素敵。ピザ食べた、素敵。ずっと家にいました、わら記憶がないです。クッキー作った、素敵。チキン食べた、素敵。友達とクリスマスパーティーした、素敵。うん。テンテン、チングベル、ズボンボン、ビボン、ピンポンポン、ピンポンポン、ヒホイ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 。楽しいですね、皆さん。最高にぶち上がるクリスマスですな。ぶち上がりんこ、マジで。どうですか？TikToker っぽくやってみました。可愛かった。ありがとう。エリちゃんのファンになれて最高だって、よかった。サイアンドコーですか、皆さん。いやー素晴らしい、今日は一日ですわ。タワー来た、嘘、ありがとう、最高。え、ションタ、お代理しか勝たんだって、ありがとう。
ショントお代理しか勝たんが、ありがくまたは立ててくれたの、ありがクリスマスくまたはくま、ありがくま、くありがクリスマスくまたはありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。ションタお代理しか勝たん、ありがクリスマスくまたは、ありがくま、くありありくがありがクリスマスくまたはありがとう。ちょっと今日は脳みそがね、ちょっとクリスマスなので点灯してます。はい、ありがとうございます。うんツリーも来ただって、え、魔人子ですか。お、ごめん先生がツリータワーありがとうじゃあみんなでお礼言いましょうか。ごめん先生、ありがツリータワー、イエーイありがとうございます、ありがとうございますちなみにシラフです、ありがとうございますありがツリータワーでございます。うん、乾杯しようだっていいよ、乾杯ルネッサンスはい、ありがとうございますって椅子に座ってる、だって座ってる、見えてる、もしかして、もしかして見えてる、え、どこにいるの、どこ、クリスマスということで、昨日は帰り道電車に乗ってたんですけど、慣性の法則のこうやって電車が止まる時にこうやってなったりする時にカップルがおーって慣性の法則でラブシチュエーションで、すごくそれが前、結構満員電車で目の前で行われていましたそう、目の前で行われていましたうん、うん、ハッピースマイルお過ごしでしたか。あ、さっきも聞いたか。エリちゃん帽子似合うね、ありがとう。また364日後だね、だって。え、そんなこと言わないで、現実を見ちゃいけない、僕たちは現実を見ちゃいけない、とわに夢を見よう、ハッピースマイル
ジュンジュンがスノードームのタワー建ててくれました。ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。ジュンジュン、ありがスノードームタワー、ありがとう、ありがとう、ありがスノードームタワー、ありがとうスノードームタワー。ちょっと音がね、こことかに置いたら聞こえやすいかな。どうかな。ツリーもう一個立ってる。え、やばいやばいやばい。よいしょ、聞こえてる？もう一つのツリー、みやちゃん、みやちゃん、みやちゃんもありがとうございます。みやちゃんもなんと、みやちゃんもツリータワーです。クリスマスツリータワー、みやちゃん、じゃあみんなでお礼言いましょう。みやちゃん、ありがクリスマスツリータワー。ヘイテンテンテン、ツル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 ピカリン、ツル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 ピカリン。テンテンテン。え？違う、そういうことじゃないよ。元気出して、こっちこそごめんなさい。止めないで、悲しくならないで、夢から覚めないで、諦めないで、大丈夫ですよ、ハッピーに行こう、笑顔でいて、ハッピースマイル、ハッピースマイル。狂気だって、え、なんで？悪夢に見そうだって。どういうこと、なんで？え、だって今幸せだよね。ハッピースマイル、うん、音でかいってきた。なんで？皆さん音量下げてください、でかいならね。そうやって人間は生きていく。もうこれ以上下げれません、ピアノ。 BGM さっきのでちょうどよかった。だって膝の上にずっと置いてるんだもん。近すぎ、かなり大きい。だってマジで、え、結構なんか切れてる方いるから下げるわ。じゃあここはどう？ハッピース
スマイル忘れないで、ハッピースマイル。床に置いていいよ、だって。え、今日というクリスマスという日を特別に演じたいだけ、私は。皆さんのクリスマスをハッピースマイルでいっぱいにしたいだけです。床に置いたら聞こえなくなるじゃん。クリスマスプレゼント買いましたか？買ってないです、あと1時間20分で終わるクリスマスだって。え、泣きそう泣きそう。あと1時間20分でクリスマス終わるって。1時間20分で終わるって泣かないで。ずっとクリスマスがいい。また終わる。泣かないで泣かないで泣かないで。クリスマスはまだ終わらない。ハッピースマイル、ハッピースマイル。なんと今日は目の前に、ついに食べる時が来ました。山田京香ちゃんからもらったカヌレをこれから食べたいと思います。そう、なんか化石にね、ツナもったいない。いただきます。いただきます。いい匂い。香ばしい、香ばしいです。美味しい京カヌレ。美味しい。京カちゃんの愛が詰まってるだって。え、ありがとうございます。星いくつですか？星一なゆた。おいしい。
ちの手作り多分めっちゃなんか多分カヌレの型があるんだよね。すごいエリも欲しいんだよねカヌレの型。でも作んないけどね私は絶対。うん、美味しい。型だけ欲しいんですか？大丈夫です。みんな、なんか甘いもの食べました？クリスマス。うん、ケーキ多い。お題で知らなかったけど、今年はクリスマス、今年のクリスマスはショールーム見てたって嬉しい。ケーキ3個って、いっぱいだね。ブッシュドノエルってなんだっけ、木みたいなやつだっけ。うん、美味しいよね。俺カモセイロ食べちゃったよ。だっていいんじゃない、カモセイロ美味しいやん。ちゃんとジングルベル流れてんのかな。流れてるよ。だって聞こえ、いい感じに聞こえてる。うん、うん、見れない。見たいのに、あれ見えなくなったのか。聞こえないな、自分の携帯から見れないや。この曲は OK だって、わかんない。とりあえず流しておき、止まんないからまあいいかなと思って、うん、いいお匂い聞かれてよかった。著作権大丈夫だって。あるのかな著作権。
作曲者誰だっけ、分からん。チャイコフスキー、著作権フリーだって。ありがとう、調べてくれた方々。美味しかった洋服どこなんですか。これ本当にジャケットです。可愛くないですか、モコモコ、中が全部モコモコになっててめっちゃあったかい、うん、めっちゃ可愛いよね。コートです、コート。いい色だし可愛い。今日お話しして来年の追加しようと思いました。だってえ、待ってます。うん、色可愛いだってね。これはね、どこのだっけ、よく買うんですよこの店。なんか名前がわからん、なんか白い文字だけどたまに赤入ってるみたいな。なんだっけ、本当に。なんかどっかです。どっか、素晴らしいところです。うん。うん。諦めないでやって。もう売ってない。去年のだから、これ。去年買ったから。売ってないと思うんだよね。あ、タグ見っけ。センスオブプレイスです。去年も着てましたよこれ。コートだからあんまね目に入らない。みんな初お代理ショールームお代理サンタかわいい、ありがとう。うん、アーバンリサーチ。カヌレ美味しかった、ごちそうさまでした。ありがとう京香ちゃん、美味しかった。見てないと、見てないけど一応手振っちゃった。アイドル、アイドルあるある。今日チキン食べた後で食べましたよ、もちろん。もちろん。で、明日は、井上芳正さんのクリスマスライブがあります。それにね、佐保さんがコロナでちょっと出演できなくなったので、私が出させていただくことになりました。うん。そう、私は急遽の出演、まあ明日休みだったので。
できます、出演できますかって、昨日のショールーム終わってすぐ来たんですよ、マネージャーさんから。そしたら行けますよと返事をさせていただきまして、お休みだったので明日は、はい、行かせていただくことにしました。うん、まあ、ちょっと全然ね練習ができていないので、そう、まあちょっとあれなんですけれども、うん、頑張りたいと思います。知ってる曲ばかりだってどうでしょう。お題にクリスマスプレゼントってヨセスに言われてたね。え、それな、なんかさ、吉本さんのツイートがおもろすぎてさ、なんかサクスなんだっけ、サンタさんからクリスマスプレゼントが届きましたみたいな、お代理の出演が決まりましたみたいな感じで書いてあってさ、なんかそんな、あ、やっぱミュージシャンはすごいなと思って、すごいミュージシャンすごいなと思って、そう、私もサンタさんが、あのサンタさんのプレゼントらしいので私は頑張りたいと思います。うん、あの配信もあるのでぜひ皆さん、あの井上ひまつさんめっちゃ面白いので、あのトークがまずで、あの本当に面白いし、あのすっごい歌も音楽もすっごい素晴らしいので、そう、私はちょっとゲストだからちょこっとしか出ないんですけれども、でも本当見て本当に面白いライブだと思うので、楽しいライブだと思うのでぜひ配信見てください。うん、7月のも楽しかったね。私はちょっと夏に出させていただきました。クリスマスの雰囲気がしますね、だって。イエイ。うん。歌の仕事増えるといいね、だって。増えてほしい。頑張りたいな。うん、大晦日公演も出るんだね、だって。出ます、大晦日公演も出させていただきますね。なんかさ、私初めて大晦日公演出るの、
お正月公演は今年行ったけど、去年は根も葉もの選抜で、私は根も葉もの選抜じゃなかったので、そう、ちょっと根も葉もの音楽番組とかには結構いろんな出させていただいて、アンダーとして、そう、でもやっぱ本当の選抜じゃなかったので大晦日公演には出れなくて、カウントダウン TV で先に曲入りして、後から選抜メンバーがゾロゾロ入ってくるみたいな感じで、はあ、選抜なりたかったなってあの時はすごい思って、そう、でも今年は大晦日公演、そう、選抜メンバー久しぶりのリップグロスだったのでさせていただきます。大体 MV 出てなかった？そう、根も葉もの MV にも出たんですよ。なんか稀な存在すぎて、なんかありがたいって思った。なんかな、そう。28も31も配信で見るね。そうだ、27はアイドルのフェスに出て、28は公演でってことか。やばい、3日間人前に出れる、嬉しいです。うん、27、28、26、27、28か、29は休みです。うん、めっちゃ休み多かったのに年末忙しくなったね。でも結構春夏秋めっちゃ忙しくさせていただいて、そう、11月と12月が結構休みいっぱいだったかなって感じだけど、マジでずっと1月からね、10月とかまで結構ずっといろんなことやらせてもらってたから、うん、横顔綺麗だね。スクショタイムをぜひ。あ、出た。このポーズしちゃうんですよ最近。
これマジハマってんのかな、自然と。これやっちゃうの最近、このポーズ乙女すぎ。うん、前まではこれだったのに、ずっと写真撮るときたこれとか、これとかも結構やってた。うん、最高だって、ありがとう、全部可愛い、ありがとうございます。てん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 、小田さん、大人になるについて乙女になっていくだって。本当？確かにお姉さんって感じ、なんかになってくよね、なんかお姉さんって感じ。お姉ちゃんって呼んでいい？だって、え、やだお姉ちゃんじゃないです、私はあなたのうん、ごめん。もしかしてさ、ここの上のやつさ、表示されなくなったから達成したんかな、なんかなんかもうすぐ達成だねみたいなコメントあってさ、えって思って見たら19なんとかなんとかで達成されたんかな、もしかしてクリスマスなんとかみたいな。うん、何だったんだろう、なんかもらえるのかな、達成するとなんかもらえる、調べてみるなんかやってたね、クリスマス。あれどれだろう、クリスマス、わかんない、うん、ありません。でもありがとうございます、なんかもらえたら紹介します、商品紹介します。
じゃあ今日でさクリスマス終わりだからさ、もうこの周りのクリスマスの感じも今日で終わりなのかな。なるほど。いやだ、だってまたタワマンに戻るのか、切ない。もうすぐクリスマス終わっちゃうよ、悲しいね。うん、20万ポイント達成でショールームサンタからのプレゼントだって。ありがとう、みんなのおかげでショールームサンタからなんかもらえるらしい。いただきマンモス。今日のお話が面白いエピソードありますか。あったよ、思い出す。何だったかな、何だったかな。なんかね、このエピソードショールームで話していいよって言われて、その一言が衝撃的すぎてめっちゃいい話だったんだけど忘れちゃったで、なんかショールームで、あのお話し会で話しててめっちゃいい話って思って、そうで最後にこの話ショールームで話していいよって言われたから忘れたの、その言葉の衝撃で。何だったかな、何だったかな、本当に思い出せない。衝撃で吹っ飛んだ、めっちゃいい話じゃんと思ったんだよ。うん、何だったかな、本当に思い出せない。何だったっけ、出したらいつか喋る。お便りの問題、基本のヒント、いやね、何だったかな、本当に。なんだろう、なんだったっけ、めっちゃモヤモヤするわ逆に。確かに2人にしか分かんない2人、私もちょっと、いや思い出させてほしい、どうにかして。その方なんだったっけ、めっちゃモヤモヤしてきた、言われるまでね、これめっちゃいい話やんって思ってたんだよ。その言われた瞬間にパッて抜けた、ショック。うん、でもショールームで話していいよって言ったってことは多分見てると思うから、まあ教えてください。またなんかさ、ゆきりんさんのさ、でも個人名になっちゃうから、ゆきりんさんのさ YouTube 見てる方います、にお話し会に来る方みたいな、それでいいかもね、ゆきりんさんのショールームで言ってるから。そう、ゆきりんさんの、いやでもやめよう、ちょっと
この話はやめよう。ゆきりんさんのショールームで来てる、あのこういう方が来たっていう人が私のとこにも来たからめっちゃおもろいなと思ったけど、そう、私のところにもそうよく来てくれる方で、うん、違う、なんかあのね、ゆきりんさんのショールームであつしかっこエグザイルっていう人が来るのみたいな感じで言ってたの。アツシってあのエグザイルのアツシさんのアツシでかっこエグザイルって人が来るのみたいな、エグザイルじゃないのにみたいな感じで言ってて、その YouTube を友達が見てね、えってこんなこの方いるんだねって言われて、私のところにも結構来てたから、その方がえって私のところにも来るよって言ったら、えって言って、でその友達と昨日 LINE してたので、昨日 LINE してて、さ今日お話し会だみたいな感じで言ったら、えってあのアツシさん来たら、アツシエグザイル来たら教えてみたいな感じで言ってたら、本当にその次のもう本当数分後とかに来て、面白かったっていう、うん、そう、友達とかも見てるから、ゆきりんさんの YouTube そう実在してるの。ジュキリンさんの YouTube のさ、お話し会に来るいろんな人みたいな話めっちゃ面白い。なんか私もあーって思う。会社の先輩も見てるユキリンさんの YouTube だって、面白いもんだって。マネージャーさんってね、すごく音楽の話が合うマネージャーさんがいて、私の好きなアーティストがほぼ好きみたいな、そういうマネージャーさんがいるので、そういうマネージャーさんとねよく会話するの。何々の何々が良かったみたいな、あの動画聞いてくださいみたいな、本当にいいんだよみたいな感じで送ったりするのね。でそれを送ってたの。私はこの動画絶対見てほしいみたいな。そしたら、え、良かったですみたいな感じで来たから、いやいいよなって思って、私ももう一回改めて見ようと思ったわけ、その動画を。そしたらコメント欄をね、あってこの動画見てみんなどういう気持ちを抱いてるんだろうと思ってコメント欄見たら、小田エリナっていう名前のアカウントが良すぎるってコメントしてて、えっと思って、待ってって思って、やばいって思って、私あのパソコン買った時にあの自分の本名にしてたから、あのアカウント今まで偽名だったんだけど、その偽名をあのパソコン屋さんにも方に見られて恥ずかしいから一回本名に戻したんですよ。でそしたらそのコメントが本当ガチのコメント欄に私の名前フルネームであって、え、やばいってなって、うん、戻した名前で表示されてて、やばいんだけどって思って、でもマジでガチのやつ、え、本当に私ね好きなあのアーティストさん YouTube のコメントとかに普通にコメントしちゃってたわけ、あの良すぎてマジで、でだから、え、やばいって思って、でそのマネージャーさんに私その動画を送ってなかったらマジで一生気づかずに小田エリナっていう、多分そう自分の名前のアカウントがコメントしてるやつになった、うん、怖って思って、
私。汗汗。切り抜きにコメントしたことあります？ないんですけど、マジでないです。本当に今までコメントしたのは多分3つぐらい、好きなアーティストさんの本当に良すぎたりした時に思わずしちゃってた。でもこういう話したらさ、なんかお代理っぽい感じのアカウント作ってさ、なんかそうやって発言してさ、え、これお代理じゃないみたいな感じになったらめっちゃ嫌だな。なんか昔あった気がする、そういうの。うん、私そういうの一切しないので、よろしくお願いします。ちょうど1時間だって。嘘、1時間配信した？やば、クリスマスだからちょっと長引いちゃった。皆さん、じゃあ今日はこれで配信終わろうかな。明日に向けていっぱい寝て喉を元気にさせたいと思います。皆さん配信見てくれてありがとうございました。メリークリスマスということで、皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。ハッピーホリデー、幸せにみんなが最後まで過ごせますように。ということで、皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。はい、クリスマスということで、私がサンタになって、これからまた次のクリスマスまで1年皆さんにたくさんのプレゼントを届けられたらなと思うので、また明日からもずっと私を見て元気になってくれたらいいなと思います。ということで、最後におランキング読みたいと思います。では最後におランキング読みます。いきます。13位、マーアットおだし。11位、白地アット ODA 神押し。11位、ひとくまさとる。10位、YSNR さんアットハッピースマイル。9位、ピザ。8位、ムラッペ。7位、ブルーグラスイズ。6位、オンオン。5位、ミホ。4位、ごめん先生。3位、ションタとおだいりしかかたん。2位、ミヤちゃん。そして1位はジュンジュン、ありがとう。ということで、皆さん配信見てくれてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。ハッピーホリデー、バイバイ。